皆さんこんにちは、東京 MTG のカイです。 Hey everyone, what's up? It's Kai from Tokyo MTG。 カラデッシュの1枚新しいカードを紹介していきたいと思います。いきます。3、2、1、マリオネットの達人、マリオネットマスター。クリーチャー人間交渉。ここでカラデッシュの新しい能力、製造、英語だとファブリケイト、この場合は製造3。このクリーチャーが戦場に出た時、これの上にプラス1プラス1カウンターを3つ置くか、無色の11の霊気装置アーティファクトクリーチャートークンを3体生成する。あなたがコントロールするアーティファクトが1つ戦場から墓地に置かれるたび、対戦相手1人を対象とする。そのプレイヤーはマリオネットの達人のパワーに等しい点数のライフを失うというクリーチャーです。まずこのイラストが最高じゃないですか。今までアワシンやアナフェンザをデザインしたジェームス・ライメンさんがこの絵を描いたんですけれども、このカードの全ての効果がこのイラストに載ってて最高だと思います。見てください、このマリオネットの達人さんが上から霊気装置トークンをこうコントロールしてるみたいな、素晴らしい。 Good job, Wizards of the Coast。 カラデッシュのテーマはやっぱりアーティファクトですね。皆さんはマリオネットの達人をどういうデッキに入れてみたいですか？できれば下のコメントに書いてみてください。楽しみに待ってます。東京 MTG のカラデッシュシングルカード予約もぜひチェック。あと毎月出る海外 MTG の動画もぜひ見てください。以上、東京 MTG の回でした。 See you guys。これが海外 MTG でしたが、いかがでしたか？これからこのシリーズが毎月アップされるんですけれども、次回もまた楽しみにしてくださいね。あとは東京 MTG ウィンテージオープンやボックスオープニングのビデオもありますので、そこも見てくださいね。まあ気に入ってくれたらライクやコメント、またはチャンネル登録もお願いします。以上、東京 MTG の回でした。 See you guys! This was Kai from Tokyo MTG. Thank you.